あなたはもしかしたら企業で失敗するかもしれない。企業で失敗する人は明確に理由がある。なぜわかるのかというと、僕が散々失敗してきてるから。成功法則は個人でみんな違うんだけど、失敗するパターンは大体みんな同じないんだ。だから、今から話す失敗のパターンをちゃんと理解してほしい。まず最初に、プライドを捨てること。みんなによく見せたいとか、すごい人だって思われたい気持ちもわかるんよ。 だけどそのプライドのせいで自分自身の変化とか行動を制限してしまうことになるし、あとそんな状態だから応援されづらいんよね。だから自分の存在を信じることだけはプライド持っていいと思う。二つ目がお金の守り方を知らない人。お金の知識は最低限やっぱり必要ない。みんな稼ぐことばかりにフォーカスするけど、稼いでも稼いでも守り方知らなかったらずっと自分の手元には残らない。 そんな小さなこと言わずに稼ぎまくればいいやんっていう人も中にはいるんだけどそんな人は大体専門家にもう頼んでるだけで自分がタッチしてな、ね、いだけない最初は小さく始めるビジネスだからこそお金の知識をちゃんと持ってやっていく最後は時代の流れを読めてないもちろん変化が早いから合わせすぎる必要もないんだけどトレンドとか今後の予測が見えてないとどれだけ頑張ってもそこにお客さんがいなかったら何も成立しない この3つのポイントを大事にして、あとは自分の個性を活かせば企業は失敗しません。